あとダンサーさんのダンスのキレがやっぱりすごくて、いや僕には考えられなかったですね、あの動きできないんで。来週アメトークの踊りたくない芸人出るんで見てください。ちょっと告知になって比べちゃいますね。ちょっと見たばかりなんで。踊れない学びにとってもとんでもないすごかったってことでしょ。いや本当にもうパフォーマーの皆さんも、そして本当に空中に上がるドローンも素晴らしくて、ね、噂によると100以上のドローンがぶつからないで連携とっていろんな形になるの、すごくないですか。いや本当になんか夢を見てるような感じでしたよ ね。皆さんも楽しんでいただけましたか。あとで皆さんの手拍子と、あと光のやつ、ね、さっきレクチャーしたのもちゃんと呼んでくださってすごく良かったです ね。本当に皆さん、僕たちも後ろで見させていただいたんですよ、はい、僕たちも参加しましたし、はい、ね、楽しかったですね。皆さんもっと一緒に楽しんでいただけたらなと思います、はい、本当に今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございます。このザ・インフィニティボール今日が初日になります、はい、明日明後日もこの同じ場所で、開催されますので、はい、最新情報などはですね SNS がございます。 Twitter、Facebook、そして Instagram でぜひ情報をキャッチしてまた皆さんも遊びに来てほしいなと、はい、思っております。はい、雷のお二人今日は本当にありがとうございました。いや、ありがとうございました。そして皆さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。